ここをカットします。はい。その上いらないの、もったいないね。もったいないけど。これは、2月頃に、うん、ここで取り木して、うん、ここで取り木するの。それ1本の木を2箇所できるの？ 2 箇所できるの。枝だったらいいのね。こことここってやるとなかなか取りづらいんで、あ、枝だったら、枝だったらね、取りやすいからね、うん。動かないようにね、針金の代わり、うん、針金の代わり、なんだかんだ針金で出なきゃダメってことないから、ね、あ、そうなんだね。そうだよ、盆栽だから針金でやってんの。そうそうそう、ちょっと最初下に少し粗いの置いて、今度は中ぐらい、それでちょっと入れてください。ちょっと去年の夏にね、畑から抜いてこの鉢にね植えたの、うん、植え替えたんです。で、冬に取り木するつもりでね、去年の夏にこの鉢に植え替えて、下頭を切って、頭はもう長くてね、ちょっと取り木には使えないんでね、うん、今回はどこでやろうかなと思ってるんですけどね、これはやっぱりね、ここで取ってね、そして根が出たらこの太いとこをここでカットして、この状態でこっから上の鉢物にしようと思ってますね、うん、それとこれはこっちで、ここで取って、これに乗っけといて、ここで取って、うん、これで一つの鉢物に取れるでしょ、うん、とんで、これは一応一期工事はここでしょ、これで一期工事でしょ、二期工事はね、これここ取った後、来年はここで取る。そうするとこれでまた一つね。今回はね、本当はここでやってね、ここでもう一つやれるんだけどね、ちょっと待ってよ、ちょっと待ってください、ね、同じ枝に2本は無理なの、まあ、こういうとこに、うん、こことここ、そうそうそう、いや無理でないけどね。あ、そうなの。無理でやったことはあるんだけど、やっぱりね、一緒に出ないね、先に上の方から出てくる。で、そういうもんなんだ。2年目また下から出てくるけどね、それはそれではそれでいいんだけどね、結局ね、やっぱり一つずつやらないとね、こういう取るときは同じなのでね。うん、なるほど。今ね、ちょっと予定を変更してね、そうか、2つ一緒に、本当はね、こっから上取ってね、これはこれでまた一つ取ろうと思ったんだけど、ちょっとここ狭いし、うん、また2年かかるからね、よし、ここにしましょう、これを根の出るとこにしましょう、こういうスタイルで、こうやって、いつも取り木してますけどね、うん、桜のこんな太いのはね、あんまり今まで載せたことないからね。桜ってそういう傷つけてもなんともないの？傷つけてそのまましときゃダメだけどね、うん、そして葉っぱあるときダメね、うん、こういう冬眠してるときでないとそれはできない、うんうん、そして急に暖かくしないでね、うん、春を長くしてゆっくり根を出させるのね、うん、これ急に暖かいところにいると、ここの芽がブワーッと出てくると、この水は吸うけど今度は戻る水がもうあんまり多すぎて、こっからパンクして枯れちゃう、うん、こういうね、作業はね、まあやってることは同じなんですけどね、その後の管理で結果で出てくるからね、やってることはもうみんな同じね、
その後、その木によって、その後の管理によって、なんかそれ、すごい緑だね。おお、元気、これね、去年まで庭に植わってたからね、木はすごい勢いはいいの。これ鉢作りでないからね、鉢だったらね、決まった土地の中に植わってるやつだからね、水がやっぱり、あ、その緑のほうが水道なんだ。水道、これ以上できない木ってあるの？いや、ないね、ほとんど。どんな木でもできるね。ただ、根っこ出るのが、1年で出ない。松類はね、ちょっとすぐ、根っこ出ても、細いのが、太いのがぐるぐるっと出たりすると、あんまりね、いっぺんに切ってしまうと、上に葉っぱがいつもついてるでしょ？これ葉の落ちるものはいいのさ、うん、葉のついてるものはやっぱり取り木はね、夏が大事だね、うん、葉っぱが青々してるから年中、うん、ちょっとでも水乾かすとまずいでしょ。それに見合わない少ない根っこだったらダメだってこと、うん、それに見合わない少ない根っこもダメだし、やっぱり青々してるってことは年中水がね、うん、上がり下がりしてるでしょ、うん、それをさ、こうやってやるってことは一回水道切っちゃうことになるからね、うん、だからこれ今葉っぱないから一応ちょっと冬眠状態だからいいけど、うん、松はいつも葉ついてるからね、夏でも冬でも水が行ったり来たりしてるわけでしょ、うん、それを一応カットしちゃうとやっぱり木ダメージ受けるんでね、うん、松は松でやり方あるんだけど、やっぱりちょっとまたちょっとコツが違うのね、うん、だけどあまりね、松はね、いろいろそのこういうふうにして小さくする方法がたくさんあるからね、うん、あんまりやらないんですけどね、松は挿し木も意外と太いとこつくしね、あと、うん、継ぎ木もできるしね、うん、で意外とね、自由に形作れるんでね、うん、こういうものと違って。やり方としてはみんな同じか。みんな同じなんだけどね、やり方としては特別木が変わってもやり方としては同じなんだけどね。こういう感じね、こういう感じね、うん、こういう感じね。それで溜まった水が、まあ黙ってても出てくるけど、こういう感じで、よいしょ、よし、これで OK で、これはね、ちょうどこのぐらいになるんでね、ちょっとここに突っかからんで、ちょっとこう上から吊る感じね、うんうん、その時は針金で、
高さ調整をしながら、うん、高さ調整をした。これちょっとこう見て、大体根が出て、ここから根が出たら、うん、あんまり深くするとこれ乾きやすいし、うん、あんまり深くすると今度は乾きづらくてね、うん、根がこういつも乾いてる。やっぱりちょうどねこのぐらいの状態で大体決めるんだけど、うん、まあそれはそれとして、高さ調整とくるくる回らないように、うん、くるくる回らない。いやもうねこうやってちょっとやっとけばね、うん、あとはあの土入ってしまったらもうそんなに動かないから、うん、今はくるくる動いてるけどね、土で収まってしまったらちょっとね、うん、こうやってね上からつる、こうやってつるだけでね、うん、もうくるくる動かないから、んでこういう感じにしてこうでしょ、んでちょっとここに穴開けて、こうやって置いて、あとこの調整はここでちょっとこうねじったりして、深さは調整するんだけど、大体上から見たらこんな感じね、こんな感じ。これであとは土入れるだけだけど、ちょっと下に直に入れちゃうとあれなので、最初ちょっと粗いのをね。から。柄っぽいものをちょっとこう、こういう柄っぽいものをちょっとこう、ちょっとやや大きいのを少し入れて、ね、こういう感じね。それからこれはね、これは赤玉のね、赤玉の極小とね、桐生砂という砂とね、これ水苔が混じってる333ぐらいで、ちょうど水はけいいようで、水持ちいいようで、ちょうどいいように、こういうふうにして入れていくね。こうやって。これ最高なね、取り木するには最高な土なんだね。こうやって。今日はアシスタント入れるから、全部自分でやらなきゃな。今日、係長いないのかな。係長いねえんだよな。今日は土入り係と、カルス係と汗拭いたら額拭う今日みんな外で仕事してるから声はするんだけど呼ぶわけにいかないし、これで今はあの水あれそんなに吸わないけど、大体6月頃になるとポコッと根が出かかってくる予定なので、うん、そうなってくると毎日やると今は何もこんなのは1週間にいっぺん濡れてればいいんです、うん、一応作業的にはねこれでいいんですよ、うん、あとは夏の管理はね今のところはいいけど、夏ポコッと葉っぱ出てきたら大変、水はきちっとやらないと、うん、こんだけの太い木でねこんな根でしょ、うん、だから乾かさないように、うん、1日1回ここにふわっと水が、あんまり直射日光当てないで、だから根っこは水を察知して出てくるの、お根っこはね、うん、まず水っていうよりももう本体の自分の水分だけで傷を治そうとするわけね、うん、そしてその傷が根になった時初めてどん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 ね、うん、水を感じて根出すから、最初はねもう水なんかさ自分の力だけで生きようとしてる、うん、根っこないんだから、うん、だからそのためにもある中あの置き場所が大事なの、うん、このまま暖かいところにバッと持って日当てるともうカリカリになっちゃう、ね、そういうことだ、うん、だからその上手にやるやらないっていうよりもその後の管理ね、このこういうものを作るのはさ決まりきったことやればいいんだけど、うん、あとこれの顔色見ながら、うん、置き場所と水やりをきちっとやれば OK さ。これはねこれはここでやるつもりなんだけど、ちょっとね ここに根出すつもりなんですけどね、うん、そうするとこの上がねこんなにたくさん枝いらないのね、うん、で上行ってこういう太いのはね必要ないんでね、うん、みんな切っちゃうんだよね、こっから根出すつもりなのにね
この上の方の太いのはね、うん、いずれ入れなくなるんでね、やっぱりちょっと少し今のうちにダイエットしといてね、こう葉っぱ出て根が出てからちょっと上の枝を少し整理しとかなきゃね、うん、もう剪定がてら将来もいらねえなっていう枝いっぱいあるの、うん、やっぱりこういう将来こういう若い枝で作るのね、こういう古くて太い枝は落としといて、この若い枝で作ってね、それでもう将来のことを考えて今のうちから剪定しておくの。これはいらない。それでね、こうなってくるとさ、これなんかもさ、2本同じとこから出てるでしょ。じゃどっちかが古いかったらね、こっちが古いわけ。うん、だから古い枝抜いとくの、こうやって。で、これも上は長い。長い。長い、長い、長いと。ね。長いと。カットするだけ。やる、根を出すとこがどこにするかだね。この辺だろうね、根出すとこね。こういうとこだろうね。大体もう太くても細くても同じような感覚でしょ、うん、感覚ね、まあ削る細いのはちょっとここ幅狭くする、うん、これはちょっとね、さっき幅広かったでしょ、うん、これは幅このぐらい、このぐらい。これでもう動かないもんね。動かない。はい、これで一応水やって終了です。はい、まあ、水やりはまあここに入れればいいだけだから、うん。一応この木はこれで。はい。